本題、いつの間にか一つだけになったラジオ日経の冠です。もう一つはどこに消えた。はい、どうも、秘密会社フェガム総帥ハッチーでございます。今回はラジオ日経賞ってことで、あと一個2、3ステークスあったよね、ラジオ日経の。どこ消えたかなと思ったら、年末にやってたのがホープフルステークスの G1 か、中山でやってた朝日杯が、阪神に動いたことで、阪神でやってたラジオ日経が年末なくなって、そのラジオ日経の冠がついたのが京都2歳ステークス。あの京都2歳ステークスの正式名称、ラジオ日経杯京都2歳ステークスとなって、ラジオ日経杯の名前が呼ばれなくなっちゃったんですね。1個消えたっていうようなね話で、まあどちらにしろ世代限定戦っていうことにはなるんですが、まあ、こちらのねラジオ日経賞の方は年にたった1回の3歳限定ハンデ戦っていうね、非常にレアな条件なので、まあ言うて別定戦の金量差の大きいやつを、まあ世代最後の受賞みたいな感じでやるという、まあまだね菊花賞があるけども、菊花賞向けのレースがあるけれども、そういったレースになってるんでね、まあそういった差を考えながらしっかり予想していきたいと思います。というわけでフレダムズアイ予想のポイントなんですが、あ、これ今言っちゃった、これ言っちゃった。そう、年に一度のね世代限定のハンデ戦なんだけれども、大体まあ例外は若干あるものの、基本的には、重賞勝ち馬は57キロ、まあオープン勝ってたら56キロ、重賞2着ぐらいだと55キロとかっていう感じで、で1勝クラス勝った2勝馬は54キロか53キロっていう感じでですね、ほぼ別定戦みたいなもんです。ただ今言った通りね、実績の一つ一つごとに、まあ金量差1キロつけるってなってくると、他の重賞と比べて金量差が大きい別定戦、まあついでに言うと、まあ1勝馬2勝馬、1勝クラスを勝った馬たちが54キロの金量になるのか53キロの金量になるのかっていう部分では、まあ、ハンデキャッパーの裁量が効くし、今回除外対象になる可能性が高いボーデンあたりなんかはね、あの重賞3着だけどクラシックトライアル3着ってことで、ちょっと重めの金量を積まれてしまった。ただね、この金量じゃないと確実に除外対象なんだけれども、まあ、この金量がついたおかげでワンチャンもしかしたらハンデ上位は優先出走という方に引っかかるかもしれないっていうようなね、まあこれあの予想の方でも話していきますが、特殊なレースとなっています。まあ、というわけで今回の買い目なんですが、まあ、馬連ワイドで20丸から星マーク、まあ、5点っていう形で、各5点10点の買い目という形で一応予想は出させていただきたいと思っております。今回の軸なんですが、ネット競馬想定8番人気ジュンブルースカイ、まあそう、ハンデが54キロということでね、前走1勝クラスを勝ってから3ヶ月の休み明けになってます。まあ、3ヶ月中12週というね、ローテはなかなかこうノーザンファームの生産馬としては、ここ目標にしっかり仕上げてきたなというローテーションになってます。まあ、そしてここを使ったことで、次また中3ヶ月で菊花賞を使える、なのでね、上り馬がポンポンポンっていくには、最近のノーザンファームさんが特にやっている中2ヶ月から3ヶ月空いて1戦ごとにしっかり仕上げる、このローテ組、ローテーションの組み方の中では、まあ実は狙ったローテーションということが言えると思います。これね、あの前例もあってね、ノーザンファームさんで言えば、ラジオ日経賞で2着したフィエールマンっていう馬がねいたんですけれども、まあ、その時はね、その前も中3ヶ月空けたし、こう間隔空けなきゃいけない虚弱体質って言うけどさ、菊花賞をこんな休み明けでどうなんて言ってたら勝たれちゃってね、それ以降、まあ中3ヶ月ノーザンの仕上げ最近こんなんかという事例が増えていったわけですよ。まあフィエールマンもね、ラジオ日経杯賞は2着だったからね、まあ名将鉄痕だったっけに勝たれちゃって、ね、あれ多分金量差があったからだったと思うんだけれども、まあ、それと同じパターンです。この馬もまあね、あの3歳戦はね、1勝クラス両方マイルで使った朝日杯フューチュリティステークスから3歳1勝クラス2000マイル使ってね、勝ち上がってきてるんで、マイラーかと思いきや、実はねその前ハギステークス2着、トースポハイ2歳ステークス3着と、まあ、この辺り、ダノンザキットと1馬身半差、まあ、この辺りの、ね、マイルより長い距離で使われてきた実績を考えると、2歳馬を芝2000で9月にデビューさせたって考えると、この馬結構長距離適性もありそうなんですよね。まあ、ここでの1ハロン延長はまずプラス、さらにここを連帯して賞金積んで菊花賞行くようだったら、そこでも重い印を打ちたいな、フィエールマン的な馬かなみたいな感じでね、そこまで見据えて軸で行きたいと思います。
そしてネット競馬想定一番人気ボーデン、この馬除外対象なんですね。この馬だけ一勝馬が登録してるんですが、スプリングステークス3着皐月賞の出走権持ってた馬ってことで、オープン勝ちと同等のハンデを積まれてしまっています。55キロのハンデで、56キロが2頭いての55キロなんで、ハンデ上位3頭は優先出走の上位3頭扱いされるのがどの馬かっていう抽選、ボーデンが3分の1の確率でこれに引っかかって出走可能なんだけれども、そうでなければそこが漏れれば今度は賞金順で除外対象みたいな形になってるらしいです。まあそうなってくるとね、出走できる可能性が3分の1ぐらいみたいな感じで除外対象の馬っていうのはまずあるんですが、言うてね、未勝利勝ちの実績しかない馬がこのハンデっていうのはちょっと積まれたかなって気もします。55キロ、まあ、ジュンブルースカイより1キロ重いと、まあ、そして、ね、スプリングステークスで3着には来てるんですが、まあ、2着馬1着馬のその後ってことで言うと、皐月賞ダービーではあるんだけれども、掲示板に載ってない9着とかね、2桁着順とかそんな感じで、まあ、1桁9着10着でも G1 重賞オープン特別だと、まあ奨励金は出るからね、ただ走りではないにせよ、まあスプリングステークスの上位組みんな次惨敗しているぞって考えたら、このレースあまりレベルが高くなかった可能性があります。スプリングステークスの実績をもとに55までハンデが3キロぐらい余計に積まれたというのは、まあこの馬にとってはちょっと荷重ハンデが重すぎるかなということでね、まあ、賞味未勝利での時計、ネット競馬での指数で言えば勝った時の指数1番手2番手に匹敵するような、まあ、だからこれがハンデ通常通りの51キロでしかも出走可能になった時にはもう1番人気でいいんですが、55キロとなると決死でいきたいと思います、まあ、そしてネット競馬想定2番人気立憲ばっか、うん、サイン馬券かね、これ政治の話していい、あの立憲ばっかやめとこうね、そういうのはね、あの競馬の話をしましょう。まあこの馬もね、実績ハンデ56キロにふさわしいというかね、アーリントンカップ2着の後 NHK マイルカップ4着と、まあ勝ち倉は未勝利だけなんですが、重賞での賞金加算もあったってことで、まあ重めのハンデになっています。まあただね、それまでの勝ち上がりに時間がかかったことを考えると、ちょっとなって感じですし、まあ唯一掲示板を外したのが唯一、まあ小倉ですけどね、1008のレース、この距離のレースを使った時で、もっと短い距離マイルで結果を出してきて、唯一掲示板を外したのが芝1008のレース。ちょっとね、距離延長にそうなってくると一抹の不安が残ってくるんですね。まあ美雪がここに乗ってね、あの騎乗予定になってるのは、 CBC 賞の一番人気が想定されてる馬にずっと乗ってたじゃないって考えると、まあ、2択でこっちを選んだか、じゃあ勝負なのって言いたくはなるんですが、とはいえ、まあ、56キロのトップハンデ3キロ軽い馬たちが有力ってことを考えると、ちょっとここは厳しいのかなってことで、まあ雨のね、トップハンデは消せという感じで消していきたいと思います。そして3番人気シュバリエローズ、まあ、前走皐月賞惨敗以来のまあ休み明けというかね、なんか3ヶ月弱のローテになります。まあ皐月賞を使ったあたり、まあホープフルステークスでは5着に来ている通りね、そこそこ実力はありそうなんですけどね、ハギステークスの勝ち馬ってこともあって、55キロこれも重めのハンデが積まれました。まあそれでね、若葉ステークス2着からの皐月賞11着っていうのは、やっぱ伸びしろとしては、まあ暮れの G1 5着、まあ、その前に2歳児にハギステークスオープン勝ちっていうところからあんまり伸びてないなっていう気がすごくします、まあ、ハンデも積まれてしまったし、ここはまあ消しでいいのかな。まあ特にね、あのここまでの戦績を見てですね、まあこれはちょっとなっていう着順なのが G3 5着新潟2歳ステークス、まあ、そして G1 とはいえ、暮れの G1 から大きく着順を落とした皐月賞11着、これね両方とも馬場が悪かったはずなんですよ。まあ新潟2歳ステークスは両馬場発表なんだけれども、まあ前との差がついたことで分かる通り、結構馬場が荒れてたはずなんですね。雨降ってたのかな、あの両馬場発表だけれどもという馬場状態。まあそして皐月賞でも、まあやや重でね、少しあの馬場が渋った発表での惨敗ということで、まあ梅雨時の馬場は合わないのかなという点もあって消しでいきたいと思います。まあ、そして4番人気朝馬のいたずら、まあ、これもねスプリングステークス2着という実績で56キロってハンデが積まれちゃいました。まあ、皐月賞ではね出遅れもあっての大敗なんて言われますけれども、まあ変にね前で仕掛けてって、で川田に対して突っ張ってて共倒れになったと、ダノンザキッドと共倒れ、ダノンザキッドをやったのはこの馬かみたいなね噂が
そういう戦い方を若干したということは、まあ、話題になってます。まあ、スプリングステークス組が上位結構ね、今回軽視できそうな、スプリングステークスの勝ち馬もその後振るわなかったってことを考えると、まあこのスプリングステークス組自体弱いと見て決してかかるのがいいのかな。まあこの馬のこの金量ではちょっと買いづらいです。まあ、そして5番人気バイスメテオール、まあここまでの着順がね1414ってきてんで、今回1の番かなみたいなのが1点。まあ特にねこの馬の場合、勝った新馬戦、そして3歳1勝クラスがやや重馬場に不良馬場って考えると、この梅雨時の馬場は合いそうですよね。まあ金量自体も54キロと、まあ一応ね詰まりはしたんですけど、オープン4着の実績があるんでね、一勝クラス勝った馬たちの中では重い方の組には振り分けられたんですけれども、まあそれでもね、オープン実績のある馬より軽い金量で走れるっていうのはプラスかなということで変えていきたいと思います。まあ、そして6番人気タイソー、プリンシパルステークスではバイスメテオールに先着して3着だった馬なんですが、まあなのにこの馬の方が筋量が軽いんですね。こっちの方がだから力を入れて買いたいところではあります。まあ、バイスメテオールの場合はね、シルクの馬、ノーザンの馬ってことで調整万全だしいけるだろうみたいな、ね、ことでプラス要素。まあ、それと比べてね、体操の場合はそのプリンシパルステークスの後に、まあ、1個使ってね、メルボルントロフィー勝ってきてる。まあ、勝ったんで筋量1キロ積まれたんだけれども、まあ、ローテ的にはだからこの1つが余計なんだよね。この1つが余計で、まあ、バイスメテオールとどっち印打つってと迷うとこなんだけど、まあ、紐に買うっていう意味では両方買っちゃいましょう。まあ、そして7番人気プレイットサム、まあ、3戦2勝2連勝でねここまで来てるということで、筋量は54キロ、デムーロの継続騎乗っていうのもいいですね。まあ、連勝の勢いもありますし、ただ、まあ、持ち時計のね評価っていう意味ではここはね1枚落ちるんで、飛びついて軸にするかって言われると、まあ紐までという形ではいきたいと思います。まあ、そして9番人気ノースブリッジ、シンバそしてハボタン賞と連勝してきてのここです。このあとね青葉賞こそ負けたものの、まあ、東京の芝2400逃げ切るって言ったら大したもんで、まあ、そこでね力尽きてしまったのは仕方がないところ。まあ、ハボタン賞やや重の馬場でねと非常に時計がかかるレース、例年より 2,3 秒時計がかかっていたハボタン賞を逃げ切って勝ってるってあたり、まあ、今回も同じような競馬が見込めるんじゃないか。まあ、金量54キロっていうのもね悪くはないですし、これは狙ってみたいと思います。まあ、そして10番人気ブランオフィシエ、まあ、中山でデビュー負けた後、まあ、東京で参戦して、まあ、2着1着1着と連勝でここに来てます。まあ、その割にはね金量53キロってのは非常に恵まれたところで、まあ、時計の評価どんぐらい強いかなっていうのをタイム指数、ネット競馬の、ね、タイム指数とかその辺の指数面で評価を見れば、この馬53キロでいいの、54キロの馬たちよりよっぽどいいタイムで勝ってきてんだけどっていう点では買いようと。まあ、しかもね芝2000で連勝してきてるあたりスタミナには不安はございません。まあ新馬で負けたのが中山で、その後広いコースでは勝ってきてるけど、やっぱ福島のコースとかね中山のコースとか小回り適正の方がないんじゃないのって点が気がかりなんで、まあ紐までにしておきますが、まあ、どっちにしろ逃げればね、うまく逃げてくれれば前走のように逃げ切ってくれるんじゃないかということでね、お母さんのマーブルカテドラルも2歳の夏ですけどね、この時期の、まあ、新馬戦でね勝ち上がったりして夏が得意な馬だった印象がありますから、まあ、これも含めて狙っていきたいと思います。まあ、そんなわけでね軸1頭ひも5点もう最後はほぼ買い買い買いでね、人気馬だけ消してあとは適当にみたいな感じの馬券になっちゃいましたけどね、これでいけると思います。以上ハッチーでした。